き道でございます。本当に今回のゲストで来ていただいた加藤さんっていうのは、人と人とのつながりで人生が成り立っていったっていう感じを非常に受けるんですけども、どうでしたか？どうでしたかって、まず司会の片岡さん片岡さんでございます。そしてマダム美智子でございます。そしてゲストの、どうぞ。加藤です。ステンドグラスを作ってます。はい、どうぞ片岡さん。いやいや、本当にこの人生の並木道にぴったりですね。いや、いろんな意味でね、うん、それで私たちは本当に浅い知識しか持たないんですけど、はい、やはりこう色のバランス、こうちょっとこうこの隙間なく埋めていく、こう技術を見ただけでもあれなんですけど、やっぱり色は命なんですかね。どうなんでしょう。そうですね、普通の一般の絵画は、はい、例えばこういうものでも、光を当てて反射したものが目に入ってきてるんですね。でこれも絵画としたらそうなんですけども、あはは、こういうね、はい、綺麗ですね。年賀状、うわ、はい、綺麗、光って、はい、そう、年賀状だそうでございます。はい、でステンドグラスの場合は透過光ですね、はい、光が透き通って透ったものが、その色が目に入ってきて、透過光で見るという、そういうなんていうか計算値ってあるんですか、数値っていうのが、はい、数値というかもう、はい、慣れるしかないんですね。なんかここにあるのをちょっと見せてください、はい、これを計算するわけですね。これ光の三原色と、はいはい、こっちは色の三原色、反射光ですね。はい、でこの光の三原色を使って、ガラスの剪定をして絵付けをしてます。なるほど、はい、そうそう、その変化も計算してこう構成していくってことですか。そうですね。はあ、はい、なるほどね。これは本当に経験から学ぶしかないんですね。そうですね、僕修行中にこれに気がつきまして、うん、さっきの さっきか前回の、はい、福井のステンドグラス作ってる時も、うん、まだ頭の中では確定的なものは確立されてなかったんですね。でやっぱり修行を始めてから自分の頭の構造を変えるためにですね、丸5年かかりました。丸5年頭の構造を変えるためにかきむしるような状態で過ごしましたですね。その色の、まあ、バランスとかそういうのを、はい、はい、透過光で見る色ですね、はい、で虹がありますね、はいはいはい、光の三原色でこう混ざると全部で7色ぐらいになりますけど、はいはいはい、まあ、その間もいっぱいあるんですけど、はいはい、その色は直接太陽を見て目に入ってくるわけじゃないんですね。あ、なんかこういうふうにいろいろなんとかリズムみたいなもので、はい、でそれを例えばブルーの横に黄色を置くと、黄色はハレーション、光を一番通しやすいので、はい、ハレーションを起こしてブルーを侵食するんですけども、うん、ブルーと黄色いのは補色同士でして、はあ、補色同士ね、はい、でじっとブルーを見てるとパッとよそを見た時に黄色が残るんですね、残像みたいな、はい、はあ、ブルーと黄色で、へえ、でそれを利用しながら、まあ目の錯覚いうか、まあ、錯視画像を作りながら一つの絵にまとめてます、うん、で今そこに写真出てるのは、はい、やっぱり同じ光の三原色を使って、はい、ブルーと緑と赤ですね。本当だ、はい、本当だ、であれ、うん、老人ホームの養護介護施設の色なんですけど、なるほどね、はい、いいですね、明るいっていうか。これは大体どれぐらいで出来上がるんですか。あ、まあまあデザインをしてこれぐらいですと、まあ、半年からぐらいかけてそれぐらいでできます。まあこの一つの窓じゃなかったもんですから、ただこれをこう見られた、うん、老人の方で、ね、年寄りがですね、まあ、団らん室なんですけど、はい、必ず私眠たいから寝ますね言うてお昼寝された時に、うんうん、この残像が絶対残る。あなるほどね。それが目の病気を治すいうか、
必ずあると思って狙ってデザインしてます、すごい。これからそういう、ね、需要って増えますよね。だって老人が多くなるんだから、ね、じゃあ見事に経営者としても成功なさったってことですね、はい、難しい。いや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 、でも あれですね、ぜひなんて言うんですか、私たちがこういうふうにご登場願うのは、やはり社会的にもね、こういうお仕事がどれだけ意味がある今の、うん、その老人ホームっていう、どうしても私たちのイメージの中にある暗い寂しい孤独感が募るみたいなところに、こんな明るいね、うん、ステンドグラスでってあったら本当に元気ももらえるし、同時に何かその今おっしゃった光線を浴びて、そして目が良くなるなんて素晴らしいですね、はい、うちの娘もそうだったんですけど、生まれた時赤ちゃんって黄疸が出るんです、はいはいはい、あの治療に青い光使いますね。はあ、なるほどね。これは有志ですね、勇ましく働いている姿でございますねいや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 、すごい。これは腰も痛くなりますけれども、それに勝る何かね、人様に感動を与える。だからこの番組で人生の並木道をリニューアルしてから初めての男性のゲストですよ。そうですね。ね、そして最初の、ね、出ていただいた時、多分3度目ですって。もうこれからもね、なんかどん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 進化なさっていくように思いますけど、うん、いかがですか。いや、そのつもりでいやー素晴らしい。最近あれなんです、もう60過ぎるとベテランですので、すごく楽に仕事こなしていけるかなと思ってたら、目がものすごい良くなってきまして。あら、その光の、見えるんですね。で、作業をしているとどんどんこう、これでもかこれでもかいうぐらい見えてくるもんですから、かえって素晴らしい。時間3倍ぐらいかかってますね。あ、そうですか。3倍ぐらいかかるというのは、決定するためにいろいろ迷うので、はい、絵付けをしてて、うんうん、前やったらこれでほんで OK やったものが、うん、そうじゃないだろうよって、まだ、はあ、神の領域ですよ。神ですよ、それは神もすごいすごいやることはもうどんどん増えて、どうしようかな。すごいですよ。だって浮世の絵師の北北斎だって80何歳までね、描、はいはい、き続けたっていう、そういう方もいっぱいいらっしゃるし、いやーすごく綺麗ね。工房の外から見た眺め窓にちょっと飾りしてます。なんかすごいこう無限の世界みたいなね、普段こういう小物を工房で展示してますので、それは販売したりなんかしてます。工房で販売してるんですか、はい、ネットで販売するとかで。工房ですね、やっぱり現物を見ていただいて、好きな方しか来ませんので、いらっしゃいませんので。でも本当に学校とかね、老人ホームとかね、いろいろ何だろう、問題が、まあ起きやすいって言ったらおかしいけれど、そういったところにこういうなんか精神を高めるようなね、ほっとしますもん ね、そういうものが増えていくっていうのは、またその絵画とは違うね、魅力がすごくありますね。素晴らしいです。本当に神奈川県でも去年すごい事件が起きましたけども、はい、あそこの建物にブルーのステンドグラスが入ってたら、うん、ああいう事件は起きないんじゃないか。心、まあちょっと魂を落ち着かせるというか、はい、悪の世界に行かないみたいな、はい、素晴らしい。なぜかしかし本当にわからないですけども、ほっとしますもんね。そうですね、気持ちが本当に。やっぱり聖書の中のものも多いですかね、やっぱりね。もう今はでもそうでもないですね、うん、教会の場合はあるんですけど、まあ、プロテスタントの教会なんかではかえって抽象画の方が、なるほど、はい、はカトリックの場合は絵を描きますけど、いや、いろんなその表現の中にもいろいろあるわけですけれども、このなんて言うんだろう、まあ、絵画には絵画の難しさもあるんですけれど、やっぱりこう絵画の難しさと
光の扱い方と切り刻んでいく労力とおかしいけどねえ、だってステンドとかガラスでしょ、ガラスをね傷つけるぐらいはできるけど、これをねえ切るわ、これはあの納骨堂ですね、お寺の、はあ、仏さんが見えるように魂が天井をめがけて天空をめがけていくみたいな、へえ、やっぱりこう時代とともに需要も変化してきてるっていうことですか。そうですね、まあ皆さん海外出られることが多くなりましたのでね、やっぱり向こうに行くとどこにでもありますので、どこにでも、はい、あの教会には必ず、ああそういう意味のね、はいはいはい、そうそう、あそこにあったじゃないですか、すごいのは、ワインの、あ、そういう勝沼ですよね、勝沼です、はいはいはい、あそこの人と友達なんですよ、はい、あそこのお父さんと娘さんがいて、あのワインの会社の、そう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 、お友達なんですか、いや、そう、あ、すごい、はい、あ、ステンドグラスがね、そうそう、そうそう、ステンドグラスだけを集めてる、あのなんか古いものを廃材になったようなものでも買ってあのやってるっていう、ものすごく好きな方がいるんですよ、はい、だからもし加藤さんの存在を知ったらもう作ってくれて依頼が来るかもしれませんね、多分19世紀のイギリスのステンドグラス、そうですかもしれない、そうですけどね、全くちょっと雰囲気がね、あの違います、いやこれもすごい新しい感覚ですねいや私なんかよくわからないけれどもそう思います、片岡さんとあの飲んでました居酒屋の、ご主人の家です、あいやモダンアートですねモダンなお家なんですか、あのマンションなんですね、マンションに装飾がないので、うん、まあ、こういうちょっと変わったものがいいかなと思いました、新宿、まあ、川崎ですので、うん、新宿のビルの上にこう空があって、うん、まあ、そこにこう、うん、バルーンでもないんですけど、なんか木の実がこう飛んでるような、あ、なんかすごくお部屋が広く見えるんじゃないですか、そうですね、ね、大きく、うん、あのなんか視界が広がるから、うん、広い感じがするからホッとするっていうかね、このお家はあのやっぱりリビングの吹き抜けなんですけど、南向きの窓で、あの朝からあの夕方までずっと壁にああいう、綺麗でしょうね、ちょうどデザインしてる時に石垣島の出身の設計士だったもんですから、うん、あの石垣島の海の風景をイメージして作りました。そうすると設計っていうか図案を考える方が違う場合もあったり、はい、ご自身が図案を、はい、そうですね、でもどっちが多いんですか、いや大体自分で考えることが多いです、なるほどね、はい、でもまた人様のやるっていうのはやりにくいとかないんですか、いやあの画家の絵とかそういうのは難しいですね、ああ、はい、その人の意向も考えなきゃならないからね、いやもうずっと4週にわたり、青春の放浪期から始まってそしてこの芸術性の高い、ね、お話になって最後にこうなんですか、次世代の人に向かっての、はい、なんていうんですか、こう伝えたいことをぜひ言ってください。そうですね、必ずしんどくても辛抱したら絶対こう未来が開けるわけいうおじさんでもないんですけど、新しい光が見えてくると思うんですね、でその辛抱をもう一歩我慢して続けてほしいんですけど、今そのもうしんどいってもうこれ以上いうとこでやめてしまう諦めるんですね、はい、私もあれかしら、尿がうるさいけど我慢してればいいことあるからよく言いますよでも本当に辛抱っておっしゃったけど一種の修行ですよね、それなくしてやっぱり人間って磨かれないわけですから、あ大変貴重なね人生のね、笑、泣いて笑って元気になるって素晴らしいお話を、もう
これに懲りずにまた新しい作品に挑まれたら何回でも出て埼玉を誇ってください。もう私こういうアートって大好きだから自分ができないから余計ね憧れてるんですけどね。片山さん、でもこれも勝さんが知ってますか？これ家内です。奥様もね、ご夫婦でね。でも今度はまたじゃあご夫婦で ね、 そうですね、出ていただきたいと思います。はい、本当に4週にわたりどうもありがとうございました。加藤誠さんでございました。マリさんじゃないですよ加藤誠さんでございました。どうもありがとうございました。